よし、崖の上まで戻ってきたぞ。3人で力を合わせたからここまで来られたんだ。やっぱり友情の力ってすごいよな。友情？そうさ、俺たちもう友達だろ。友達？アスベル、私も友達？ああ、もちろんさ。友達って何をすればいい？困った時に助け合ったり、嬉しい時に喜び合ったり。記憶喪失ってこういうことも忘れちゃうのか。よくわからない。そうだ、いいこと思いついたぞ。この木を使って友情の誓いをやろう。友情の誓い？町の言い伝えにあるんだ。木に名前を彫って、その前で手を合わせて誓いをすると叶うんだって。ほら、ソフィーも。書き方がわからない。そうか、じゃあ一緒に書こう。ほら、こっちこっち。ソーフィー、いよし、これでいい。じゃあ二人とも手を出すんだ。たとえこの先何があっても、僕たちは友達でいよう。友達でいよう。よし、これで俺たちはずっと友達だ。